ドラゴンクエスト8、空と海と大地と呪われし姫君。キャラ半分がですね、スキルマになったんでご紹介します。まずはゼシカですね。ゼシカ。から今回入ってないんですけど、ゲルダがスキルマになってます。で、主人公もあと5なんですよね。あとちょっとです。お色気ムンムン、セクシーダイナマイト。主人公あと5ですね。5。あとちょっと。爪スキルマックス。爪スキルマックスでゴッドスマッシュ覚えんだ。なんだろう。ブーメラン、デュアルカッター、超パワフルスロー。ゴッドスマッシュちょっと確認してみたいですね。強そう。ツイン、炎のブーメラン、ブラックコンドリー、メタルウィングモリー、ブーメランを極めしモリー。はい。よーし。じゃあ参りますか。こんな感じでスキルの種確保してますってやつですけど。よく。もう言うて友人王はもう何度も、もう、買ってますからね。もう狩りですよ、狩り。リオレウスばりに買ってますからね。あ、むしろ、ここまで来る方がめんどくさい。一回竜神の里に戻されるんで、そっちのがめんどくさいですね。どっちかっていうと。もはやコマンドミスっても倒せるようになりましたからね。この辺もね。はい、参りまーす。モリーとククルにね、素早さの種をブワーってあげて、主人公よりかなり素早さあげたんですよね。おかげでモリエールが主人公に入りやすくなった。不思議なタンバリンが、主人公に入りやすくなったおかげで、より安定して、早く倒せるようになってきましたね。ゴッドスマッシュ、敵って凄まじい雷が注ぐ。後でやってみましょう。モリエールだよね。いや、位置変わったな。ゴッドスマッシュとか覚えさせたせいで位置が変わって、すごい、やりやすくなったわ。あれがなくなっちゃいますね。自分の言葉の信憑性が全くなくなっちゃう。モリエール入りやすくなったんじゃないんかいっていう。まあいいでしょう。高速でどんどん行きまーす。新緑はヒットポイントが4000以上あるんで、絶対モリエール入れたいんですよね。最初モリエール入ってきて50になればベストなんですけど、20で行かれると残るんですよね。OK。50行けば、最低4300くらいのダメージは入る。4300だとギリ残るのかな？ですね。そうだよね。4700くらい行かないとダメなんだよね。これすごい不運パターンですね。全然50でも5000行くんで、運が悪かったです、今回は。戦うで。よし。で、こっから白金、黄金白金、黒金、聖なるの順で来るのかな、まあ、こっからはヒットポイント。白銀が最初か。しかも白金じゃねえ。ちょっとモリエールの位置が変わって今、ちょっと動転してます。今まで体に染み付かせてきた動きがだいぶ変わったんで。お、100までいったね。100まで行けば5000確定ですね。次ね、一応目指してるのは、ゲルダインですね。ゲルダインさせて、キラージャグリングで、なんとか、竜神を一旦撃破できないかなって目論んでるんだよね。ただね、ゲルダ素早さが早すぎてね、ちょ、どうしてもテンションダメが苦戦するんだよね。一番最初に動いちゃうから、2ターン目でテンションが溜まりきってる状況になるのがどうしてもね、素早さの種が足りなさすぎるんだよね。なんとかなんないかなと思ってるんだけど、星降る腕はつけても、ゼシカがようやく対抗できるくらいで、他のみんなは全然無理なんだよ。あと運ですね。ターン始まった時にコンピューターがどういう風に順番を決めるか。それがたまたま、ゲルダが一番後ろ ?4 番目に動けるようになれれば可能なんですけど。
主人公にタンバリン打たせて、モリエールで、モリエール、おっと、モリエールで、ゲルダに、やって、で、運良ければ50でしょう。あーでも無理かな。もう一段階上げなきゃいけないかな。マダンテで2000クラスト、キラージャグリングで4000。ギリ届かないかな。ギリ届かないかなって感じですね。なんとかなんねえかな。キラージャグリングが100まで溜まればな。でもそうすると、あー、ゲルダに力の種を与えまくればワンチャンあるか？ワンチャンあるかもしれないが。どうかな？ちょっとやってみたいとは思うけど。もうラプソンは一旦切る。この時点でできるんですよね。来た。聖なる巨竜ですね。ここが、まずテンション50以上ないとダメ。で、50でも、運よく、5000近いダメージを与えないとダメなんですけど。やばい、主人公が死にそう。凍てつく波動ときましたか。あ、こうなってくると、まあ、テンション50溜まれば4300ぐらいのやつでも OK になりましたね。やることは一緒。まあ、1段目と全く同じカーソルキーで固定になってるのが嬉しいですよね。連打すればいいだけだから。あー負けたか。また素早さ負けたか。あージェシカが行ってしまった。こうなるから主人公のね素早さも種であげたいんですけど、そうするとね今度主人公が先動いちゃうっていうジレンマね。さあこうなってくるとちょっと戦い方が変わってきますね。いつも、竜神王は、永遠なる恐竜は2ターンで倒すようにしてるんですけど、3ターンかかるかもな。モリエール。棺がかっこいい。アイフカーツ。おたけびが来なければいいかな。20溜まったか。このターンで倒しきれるかな。ちょっと無理があるよな。ちょっと無理があるな。でも行きます。タンバリン、タンバリン。ちょっと見てみたい。ゴッドスマッシュ。20ゴッドスマッシュがどれほど効くかだよな。まあでもそんな効かねえか。あー、微妙。ドラゴンソウル。これじゃまだ死なないですね。5000くらい合わせても。うん。あと1000くらいです。おたけびが来なきゃ次ターンで終わりかな。ククル死んじゃったけど。ジェシカが溜まってますんで。総流打ち。モリエールで、ジェシカ。負けるかな。おお、勝った。素晴らしい。まあ、50総流打ちなら余裕で2000くらいは食らうんでね。はい、OK でーす。2000いかなかったな。4ターンかかったか。超スキルの種。こんな感じで自分はスキルの種を回収しています。信じられぬ。お前たちは一体どこまで強くなっていくのか。もはや私が相手では物足りぬかもしれぬが、私とてお前たちと戦うのは楽しいのだからな。さて。もうこのセリフは聞き飽きましたわ。はい。では今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。